指の傷なんですけども、ピント合いましたね。もう傷は入ってたんで、まあ、今日途中から、試合見たんですけども、まあ、いつも通りといえばいつも通りなんですけども、まあ、ここを、喫緊の、プロ野球業界の方たちと、サッカー界の人たちへのメッセージということで、まあ、今日の阪神タイガースの試合で僕の頭の中でね、よぎったのはその横浜 DeNA とかどうやって優勝させようとか、まあ、そういうふうなところで、まあ、その一時期 DeNA が、横浜 DeNA さんが、首位になった時期は今年最初の方にあったじゃないですか。で、まあ、阪神タイガースの勝利の数がまあ少なかったと。まあ、そういうような出だしと状況で、やっぱりサッカー界プラス会社という関わり合いがどうしても、やっぱり見えますね。東北楽天さん、まあ、プロ野球界のイーグルの方ですけども、ヴィッセル神戸も楽天がスポンサー、会社であると。だからまあ、それ、をまあ、考えていくと、まあ、東京都のサッカーチームも増えすぎてしまっていると、まあ、神奈川県のサッカーチームもそうだから、だからそこからの、我々の方はそういうふうなつながりの影響は出てしまっているのに、その優勝回数を揃える方向の話でですよ。で、まあ、今日は、インターネット上のその試合に関しては、阪神タイガース対、中日の試合しか載ってなかったんですよ。で、そのこの間、能登半島の、その、穴水町や七尾市を撮影しに行った帰りの、湖西線に乗って琵琶湖の西川を、撮影していた時の高島市のあたりの頃ですね、そのロッテの話とかをしたと思うんですけども、あのね、その時ね、その日の試合の日程を見ると、ゼルビア町田でしたっけ、町田というチームの名前、東京都のチームだとは思うんですけども、そこはね、インターネット上で、その、試合があったと思うんですけども、試合があったのは東京ヴェルディで、その時は東京ヴェルディが、2点差で負けていたから、まあ、NHK のその元日本代表の中澤さん、スポーツ番組のまあ解説みたいな形、まあコメンテーターというか、まあ解説というか、まあ他の業種、まあサッカー以外のこともあのコメントしますので、まあコメンテーターという位置づけなのか、まあちょっとこちらとしても今表現しにくいんですけども、まあ中澤さんがいるから大丈夫でしょうと、そういうふうな、形で物事を考えて、まあ、対応したりしてたんですけども、いやね、その町田さんなのか、その東京ヴェルディなのか、そのインターネット上でそういうふうな表現がされるから、対応なんかできるわけないんですよね。で、昨日、ロッテの皆さんが 1-0 で本来は多分勝ててると思うんですよ。自宅の中で何が起きてたかって言ったら、その、仮執行の勝訴の判決の話があったじゃないですか。その勝訴の判決は一回盗まれてるんですよ。で、この間買いに行って、で、まあ、最近、ホームページに貼り付けたんですけども、その前も貼り付けたような気がするんですよ。だけども、それがちょっと見当たらなくて、まあ、こちらもしなきゃならないことが多すぎるので、こちらが、勘違いしてたかもしれないですけど、その通報でね、その書類が家の中にはあったんですけども、また盗まれたのかと思って、通報してしまったんですよ。で、これはね、その月曜日にそのゲオに、漫画の本を借りに行っただけで、服を盗まれてる。これはもう絶対 まず間違いないんですよ。それがあった次の日とか、こう書類を、まあ、家の中書類だらけになってるっていうのもあるんですけども、やっぱりね、事実その仮執行の書類も以前盗まれてる。確かそれが今年だったと思うんですよ。だから、どうしてもそう、こう考えて、で、その後すぐに訂正っていうことで、先ほど通報したものですけども、ありましたっていうことで、すぐに訂正の電話を入れてるんですよ。だけど、その通報の失敗だと思われますね。ロッテのセカンドの選手の方がエラーしたのは。
僕はもともと、試合では、練習試合でショートでも出たことありますけども、基本的に僕のポジションはセカンドだったんですよ。セカンドでいつも練習をしてるっていう状況で、中学生の頃の話ですけどね、野球部の。中学2年生の頃、県水準2回で、学年2位だったから、練習試合でショートで出たり、セカンドでも出たりしてるんですけども、基本的に肩はそれなりに強かったと。いうわけでショートとか、そういうこともあるんですけども、基本的にはセカンドで毎日、守備練習をしてたんですよ。だから、もちろん練習のある日ですけども、だからロッテのそのセカンドの方には申し訳ないなとは思うんですけど、これ元たどっていたら盗んだ犯人が悪いでしょ？服もそうなんですけども。だからゲオに関して、僕は漫画の本を借りに行ったところで、別にアダルトコーナーのものを借りてるわけじゃないし、ゲオに関してはああしなさい、こうしなさいっていうことを僕から言ってるんだから。それをしっかりしなかったゲオにも問題があるし、それはゲオだけじゃなくて、それは漫画の方にもある。それはもうページ開いてみなかったら格闘漫画で、そんな胸もろ出しなんか出てくるなんてみんな思わないから。本当に。そんなことを理由にして僕は悪いっていうような形にするんじゃなくて、で、これ日本人がどうせ行ってるんでしょっていうことになるでしょ。ということは、それどこかで影響出てるはずですよ。海外で頑張ってる日本人の選手。翔平ばっかり見てるでしょ？この間吉田正尚選手、故障したじゃないですか。僕が漫画の本を借りに行ったから悪いんじゃない？君たちが余計なことをする暇があるんだったら、なぜゲオとか訴えないんだっていう話になる。なぜ君たちが、僕は最大限のことをしてます。君たちっていうのはその盗んだやつに対してのメッセージ言ってるんですよ。不法侵入もついてくるんですけども、警察の方にもね、それ何回も言いに行ってるから、警察の方も、対応しっかりしてないっていうところで話がおかしいんですよ。ゲオに関してですよ。なぜ裁判所までいちいち書類を上げなかったら、対応しないのかっていうところで、すごく知名度が高い人でも吉田正尚選手が怪我したことを知らない野球ファンの人たちは結構いると思うんですよ。サッカー界とかもそうでしょうけども、もうわからないですよ。もう誰がどうか、本当に。だから、日本人が日本人に対して、第三者、要するに日本は加盟国であって、第三者の国の人間から見たら、淡井さんにそんなことしてるんだとか、だから日本人が悪いに決まってるじゃないって。淡井さんこういうふうにちゃんと主張してるよっていうこと分かってるんだから。それは腹いせじゃないですけども、そのベルセルクはやりすぎだから、ベルセルク。それはね、ゲオについてのこの間の動画をアップロードしたところの、その説明欄のところに、検索ワード、いろいろ入れときました。ゲオと、あと、天気についてとか、秋田県のその雷のその予報とか、その辺のところは、あの人たちを見てますから、今まで僕は言うか言わなかったかの、その指摘をしてるかぐらいで、それがバレたかバレてないかとか、もうそういうことになってきてるんですよ。実際雷になったりとかもしてますから、で、自分の行動でも、この辺雷になってるのは僕は悪いんじゃないですよ。春山整骨院とか、この辺の建築業界が、それは表現とか、そういう形になってくるんですけども、流通センターの横に流通センターを作ろうとしてるっていう、そのわけのわからない工事。だからそれは今まで他のアップロードしてる動画の内容とかの言ってる内容を聞いてもらったらわかりますけども、仮に車を置いとく場所だったとするのであれば、阪神流通センター、西宮市北部にあるんですけども、そこの空きスペースがある。で、あと人口はずっと少子化が進んでるから、そこの物流拠点のものが増えていくわけがない。答え簡単。建築業界がお金欲しかったから、無駄なエネルギーを消費しながら、金稼ぎをしたかったから、余計なものを建築してた。もうこれが答え。物流センターで、まだ物流のためにって言うんだったら、物流センターの中に作ったらいい。空きスペースとかあるんですから。
はっきり言います。私に落ちては全然ないです。で、今日の解説席の人たちは、その悪いことを考えたみたいなことを言って、阪神タイガースの選手の人がガムを噛んでましたけど、それもダメ。キリシキ選手が結局2点、それが映った瞬間に2点取られてるんですけども、悪いことを考えてたのは解説席の人たちなんですよ。自白してるでしょ？こんなに難しい無理難題のことを、僕にね、任せていて、解説席ではヘラ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 笑ってる。これも後からその内容とか再生したらいくらなんでもそれは出てくるでしょ。でそれについて阪神タイガースの選手がね、僕が何か悪いことを考えたとかそういうふうに受け止めてガムを噛んでる時点でおかしくなってるんですよ。僕はどれだけその悩んだり苦しんでるいたかっていうことを、理解していたら解説席が悪いっていうことにまず気がつきます。あとは選手の行動ですから、全国放送だからガムはなんか噛んでちゃダメ。一回ダメって言われたことは絶対しちゃダメ。僕に言われたことは、本当に。君は裁判官かって思う人はいるかもしれませんけども、国会で大臣並みとして認められてるんです。歴代の総理が言ってます。それどう思われますか？各都道府県県、例えば兵庫県警とかに指令下せますよ。兵庫県知事なら。知事と同格者は大臣ですよ。おかしな世の中でしょ？法律面まで出してるんだからね、有馬警察署とかはさっと対応して行政指導したりとかね、まあ、他の行政とかでもできるんですが、裁判所もそうで行政ですけども、まあ、市役所とか県庁とかの人たちのね、社会的地位の高い人たちとか行政指導何回もして会社を国のものにしたらいいんですよ。でその余計なものを撤去したらいいんですよ。だからどういう本が売れるか売れないかとか、 もちろんアダルトコーナーなんか撤去されるし、本当はアダルトじゃない、大人のためのコーナーじゃない、してることが大人じゃないか、性犯罪者の人たちのことを考えていない、まともな大人だったらああいう風なコーナー置かないっていう話になります。だからね、今日エネルギーの残存問題とかもあったから、9対2でもさっと終わらせたいっていうのは、まあ、最初テレビつけた時に頭の中よぎりましたね。途中経過とかはねやっぱり見てました。日程とか見てなかったら、その先ほど言ったその町田 FC、まあその結局試合ね、高島市を撮影してた時の琵琶湖の、その時は東京ヴェルディの試合で、ただまあ町田さんの方は俺たち側だっていうことを、まあ、電波で聞こえてきているから受け止めてるんでしょうね。まあそれで、まあ昨日の試合ですかね、昨日かな、2対1で勝ってるわけじゃないですか。だからもし町田さんのチームが東京であるのであれば、東京のチーム多すぎるになるんですよ。もうこれ大阪府もそうなんですけども、神奈川県もそう。NE の残存量問題とか、こう、総合的に考えた、その最終的な答えっていうのを私は保有していて、その通りに物事を進めなければ、絶対にならないっていうことになるんですよ。絶対にそうしなければならないっていうことになるんですよ。で、そのチーム編成とかね、2リーグ12球団だとか、だから、それで昨日、報道ステーションで、J リーグの、チェアマンの人が出てきてましたけども、佐々木さんですかね、今。で、2019年の頃のヴィッセル神戸の、売り上げ、103億かそれぐらいの売り上げがあったみたいなんですけど、結局、イニエスタ選手を、その、まあ、ヴィッセル神戸に来てもらって、まあ、僕から言ったことなんですけども、それによって海外の人たちが見ていて、放映権料でお金が入ってきていたのかもしれません。だから本当にイニエスタ選手に、まあ、イニエスタ選手というよりも、多分球団に払ってたんじゃないですかね。そうじゃなかったら、レアル・マドリードとかの売り上げ、1000億円を超えてるサッカーチームの売り上げ、本当に30何億チームに払って、
ってたんじゃないですか。イニエスタ選手のドリブンはいくらだったのかわからないんですよ。だからそうすることによって、まあ、海外で放映させてもらってっていうことだったんでしょうけど、まあ、それはイニエスタ選手がいた期間のその短期的なものであって、それは継続性がない。イニエスタ選手が変えてしまったら、ヨーロッパの人たちは、日本人の選手のことたちはあんまり知らないですから、やっぱり放映権料は入ってこない。見ませんから。いやだからね、まあ、計算原理的なところも含めてですよ、まあ優勝回数を揃えたり、最下位の回数を揃えたりとか、だからそれはしなくちゃならない。で、そこで僕はどれだけ悩んでるか、その横浜 DeNA を、だから試合中に考えてしまうんですよ。今日は横浜の試合がなかったから、まあ、頭の中に酔いやすかったっていう部分はあるんですけども。だ、 もうだって結果見たらそうなるじゃないですか。阪神タイガースが浮上してるのに、なんか横浜 DeNA が下がってる。まあ去年の阪神タイガースの成績があったから、今年の最初の方、今年は横浜 DeNA で行くっていうこと、優勝っていうことを僕も明言して今年スタートしてるわけじゃないですか。だけどもね、まあうまく物事が進んでいないっていう部分はあるし、まあその辺のところで、ね、その解説席とか、そのプロ野球業界の人はもう今の時代プロ野球業界のことだけ分かっていればいいじゃないんですよ。エネルギーの残存量問題だけじゃなくて、サッカー業界とかいろんなところと関わってるっていうことを理解した上で、じゃあ一番の被害をこう思ってたのは誰なんですかって、阪神淡路大震災の淡井圭介です。誰からも1円もお金払ってもらってない。この事態をどう考えますかと。もちろん議員さんたちとかで悪い人たちがいましたよ。阪神淡路大震災の頃にヴィッセル神戸っていうスタジアムを作ってたんですから。僕の住んでた東山高校12階建ての分譲マンションを一番最後まで放置していたんですか。12階建てのマンションの中で。まだ一軒家のところでほったらかしになってるところはあるのはありますよ。老朽化してるところで。その後いくらか撮影して、解体作業に入ってもらってます。あと金属回収地点とかも、まあ、金属回収してもらってますし、まあ、家屋を解体するところは金属回収地点でもあります。余計な工事をこの辺でも、ロータリー、バスロータリーとかで、もうあれ何回もしてるんですよ。地面の底にもう何メートルも、直径3メートルかける3メートルぐらいのコンクリートの分厚さ30センチの、もうこんな、もうめちゃくちゃ大きい土台、それをいくつかバス停の下に埋め込んでいて、その上に鉄柱の、そのあとは屋根付きの、バス停を岡場駅に作ってるんですけども、それ何回も掘り返してるんですよ。あの工事少なくとも、もうこの間に見たので2回目以上ですね。もしかしたらもう3回目かもしれないですね。余計な工事ばっかりしてる。で、それを行政の人間がさせてる。お金回して。その背後にいるのは議員さん。で、この間見たときに、撮影したときに、まあ、中西という議員さん、まあ、無所属なんですけども、まあ、選挙カーでちょうど通ってましたね。ああ、もう阪神淡路大震災の後からで言うと3回目かもしれない、あの工事。2回目であることは、絶対まず間違いないです。で、またその、コンクリートの土台のところ割って、中の鉄筋取り出したりとか。もうしなくていいことずっとしてますね。そうじゃなくて、老朽化した家屋を先に解体して、そこに、生ゴミを貯蔵しておいて、そこからメタンガスを抽出する装置をくっつけて、生ゴミの、陶器場、日本全国に、まあ、10万箇所ぐらいは作らなきゃなんない。老朽化した家屋を解体したらちょうどいいんですよ。スペースできますから。みんな歩いて、その生ゴミを捨てれるところっていうのを作らなきゃなんない。これ26年前から言ってるのに未だに作っていない。で、発酵蒸留まで行くとバイオエタノールが作れます。まあ、そこまで行くとバイオエタノールが作れたら、それもガソリンとして使用できますし。だからまあ、最終的にはそのメタンガスで、まあ家庭用のガスとかを賄うような形であったりだとか、まあ最終的には自然再生可能エネルギーを普及させていって、電力を手に入れてオール電化を達成しなければならない。少なくとも、田舎の方、特にプロパンガスを家の横にくっつけてる方たちは、ガスではなくて、電気で調理、まあシャワーも電気
だもう僕も今お風呂っていう概念ないんですよ。今年一回も風呂沸かしてないですから。さすがに撮影行った時にルートインっていうホテルに宿泊した時はそこは、大浴場がついてますから、まあ、そこは使用しましたよ。今年風呂入ったのはそのルートインに泊まった時だけですね。だからそれで、だから横浜ベイスターズさんを、まあ、今日は他の試合がなかったから、それはだいぶ大量得点ができたのは、それそうですよ。まだ今日も遊んでなかったですから。で、まあ、裁判用の書類とかをずっとこう印刷していて、まあ、両方合わせて、まあ、その前の日、昨日も先にコンビニでコピーして、今日5円コピー、それを元に5円コピーで裁判所用と、相手方に出す、書類として、まあ、100何十枚、100何十枚合わせて200何十枚、まあ300枚近くですね、あとも訴状も、2枚ずつ、コピーして。だね、まあ、電気代もかかりますから、僕としてもね、うまく立ち回らなきゃならない。だから昼間とか、そのコピーとかをしておいて、パソコンを、まあ昼間はやっぱり電気代高いですから、夜できるだけ充電するようにして、まあいろんなことを対応しようとはしてるんですけども。まあだから、河川の撮影とかの現場見てもらった時にね、実際の人口っていうものをはっきり分かってなかったら、こんなにたくさんスポーツしてる場合じゃないなって、それ理解してもらわなかったらもうどうしようもないんですよ。特に少子化が進んでるから、若い人たちの数が減ってきてる、若い人たちの数が減ってきてるのに、スポーツが拡大してる時点でもう世の中めちゃくちゃにならない、ならない、もう絶対無理、本当に。だから、それなのに今度はバスケットボールが、体育館作ろうと、まあ、神戸市でもされてますから、まあ、だからそこも撮影してますけども。だからそういった苦悩について、自分たちは関係ないやっていうような形で解説席に座るのはそれはなしですよ、本当に。特にエネルギーの残存量問題とか、野球界からサッカー界には言いにくいけどっていうのはそれはやっぱりもうなしで。で、サッカー界はサッカー界で、2リーグ12球団制にしなかったら無理。本当はスタジアムの費用を返還してもらわなきゃならないんですから。球団法でね、どっかを、まあ、複数本拠地制度にしたとしても、どっか一つのスタジアムのお金ぐらいは全額買い取って、球団持ちにしてくださいよって、これしてもらわなかったら無理なんですから。去年、まあ、売上だけで言ったら、だから、プラスマイナスは別にしておいて、ヴィッセル神戸の昨年は優勝してたんですけども、売上は2019年の方があったみたいなんですよ。だけど、イニエスタ選手というか、まあ、多分クラブチームにはレンタル移籍の話とか聞いたことあるでしょう。レンタル移籍っていうことは。球団に本当に30何億出したんじゃないですか。プラスマイナスで見たときに、それで、まあね、それはものすごくリスクを伴うものであって、それ、1年間で渡すお金だったのか、何だったのか。数年イニエスタ選手はいてくれましたけども、その合計の年数の金額なのか、単年だったのか、単年だったら、それ2019年以外の年、どうだったんですかって、そのヴィッセル神戸の順位が悪かった時って。お金が絡むと今度、それで順位を動かそうとする人たちが存在するでしょう。だから最初から自分たち日本人にしてはいいんですよ。どこの国も。もうレンタル移籍とかそういう話するからややこしくなるんですよ。もうエネルギーの残存の問題的にそう。自分の国にいたらいいんですから。もうこれはプロ野球界もどこのところも同じ、本当は。まあそういうふうな部分とか、まあ、昨日の晩、アップロードしてる内容とか、まあそういうふうなところの影響とかも、まあ、大谷翔平選手の成績にも出てきているのかもしれないですね。
だからね、人間だから何かを考えるのは何か考えるわけであって、僕の動画をしっかりと全員が見てくれてたら理解できるはずなんですよ、解説席の人たちも。YouTube で、まあ、野球の解説をしている人たちもそうなんですけども、NBA の残存量問題とね、その12球団2リーグ制、サッカー界がいつまでもしてくれないっていうところで、東京のチームは片や増えてる、現実離れしている。J1 のチームですよ。で、片や地方を見ると、まあ、金沢駅、まあ、石川県金沢市ですけども、そこから少し離れるとやっぱりすごく田舎です。で、福井県もかなり田舎でしたね。もちろん滋賀もそうですよ。滋賀なんか、まあ、もちろん市じゃないところなんて、電車がね、昼間1時間に1本だとか。その通勤通学以外の、帰宅以外の時間帯も1時間に1本ですからね。JR だけだと思いますよ、滋賀県。そういう閑散としてる、本当に人口めちゃくちゃ少ないじゃないっていうのを理解した時に、もうどこの国も表記してる人口の3分の1か4分の1ぐらいですよ。大体それぐらい。もう国土面積で見たらわかりますから。朝鮮半島と台湾と満州国を併合してた時の人口が1億2000万人、日本は。今の国境のところは4000万人ぐらい。出場してる高校野球の数を見たらわかる。3800校ぐらいだったわけじゃないですか。今年の春の選抜。去年の秋から、予選を行っていて。じゃあ仮に4000万人だったとして、100歳まで生きない、基本的に人間は生きませんから、老人ホームでも僕が働きに行ったところで、そこからつてのある近隣の老人ホームに聞いてもらいましたけども、長い間働いてる人で100歳まで生きた人見たことないってみんな言ってるって。これが現実ですもん。じゃあ、100歳までいなかったとしたとしても、一応、まあ、平均化した方が分かりやすいから、1歳の年齢層が40万人いたとします。じゃあ、高校1年生から3年生までが120万人ぐらいだったとします。上の方、本当はいないから。じゃあ、120万人いて、出場してる高校が3800校ぐらいなんですよ。3800もうなかったような気がするんです。3700いくらで。で、もともと高校自体の数が約6000校ぐらいなんですよ。高近年のデータでね。解体工事とか、神戸市北区の、女子の商業高校だったかな。神戸市北区スーラン台の近くにあったところは解体工事に、入っていたので、だから建物残してたところの名前はまだ残ってたりしたりするだけで、だから現実的な人口とかをまともに考えて行動しなかったら、もう何もできてないことだらけですから、本当にかまど発電か、もしくは薪ストーブ、これに関してはもうほとんどの、小中学校で薪ストーブ、絶対家の中から燃えるゴミ出てくるじゃないですか。それを燃やせるものはもう全部ストックしておいたらいいんですよ。春から秋にかけて。まあ都市部でもできるわけじゃないですか。街路樹もある程度の大きさになったら切らなきゃならないし、公園も木も切らなきゃならないときは切らなきゃならないし。で、あとは、まあ流木、海岸沿いだったら。で、あと家屋を解体したときに木材出てきますし、まあ会社。今度は会社、大量の会、あの会社にある書類の山。さすがに20年も持っておくところはないでしょう。一応、商法では10年間会社の記録っていうのは残しておかなきゃならないから、どこの会社も書類が山積みなんですよ。それも燃やす薪みたいなものですよ。ある程度のもう期間来たから、もうさすがにもう廃棄しようってなった時にね。山の中なんかは蒲田発電ができるはずなんですよ。運動部のある、まあ、高校、大学、まあ、中学校に関しても、山のすぐそばとかだったらそれでいいと思うんですけどね。まあ、近隣の人とかが、まあ、薪拾いとかで、学校に売りに行くだとか、
方法はいくらでもあるんですよ。倒木とかいっぱいありますから、誰も何もしない。その中でのスポーツの勝ち負けでの悩みの中で、試合を別に途中から見るのはもう法律的には問題ないんですよ。で、それまでの、僕の対応してる内容とかで、やっぱり試合がどうしても決まる。で、ちょっと前の試合で言ったら、ソフトバンクと試合をしてたチームが延長戦でソフトバンクが1点取って勝ってるんですけども、僕は晩ご飯食べてた時なんですよ。パ・リーグもセ・リーグも全部影響を受けてますから、いや、だからね、悪いことをしてるんじゃなくて、悩んでるっていうふうになぜ受け止めれないのか。だから解説席の人たちは、場所が名古屋ドームだったから、アナウンサーの人も名古屋寄りの人であったと。解説席も、名古屋寄りの人たちが、多い時とかあるじゃないですか。だからどうしてもそういうような言動になってしまうんだと思いますよ。なぜ粟井圭介さんを信じないのかっていう。これは阪神タイガースの選手として、そこはちょっと恥ずべきところなんじゃないですか。ガム噛みなさいみたいな指示が出てるけど、あの人はそういう人じゃないって、どれだけ悩んでるか真面目に考えてみたことありますかって。だからこれ相対的に見ると、だから僕は押し上げようとしてるチーム以外のところの方が優位だとしか思えないじゃないですか。その一人で、一人、一応みんなで行ってるはずなんですけども、だから横浜 DeNA さんを優勝に持っていくことが今現状できない。阪神タイガースがいい位置にいるのはいいんですけども、最下位の数言ったら巨人絶対最下位行かなきゃならないのに毎年行かないでしょ？率先性がない。これなんですよ、大人として。一般人の人たちの頭の中とかを取って、こんなに苦しめたんだから、どうか僕たちが頭の中を提供するだとか、もうそれでもう試合中とかそれをしなきゃならないんだったら、それはもう絶対結果なんか伴ってこないじゃないですか。けどそれをしなきゃならないんじゃないですか、読売ジャイアンツの人たちが。アダルトコーナーとかそういうのを生産してるのが東京都とかですよ、もともとは。あとは大阪府とか。愛知県もそうかもしれない。神戸はもうないと思うんですけどね。昔はあったみたいですね。でしょう。一番厄介なのは権力を持ってる人なんですよ。で、その人が一番往生際が悪くて、淡井さんにこんなに悩ませて、ガム噛むんだと、それだと巨人じゃないってもう言いたくなりますよ。だけども、絶対全員ガム噛んだらダメ。テレビ出てる人だから。仕事中にガムなんか噛んじゃダメ。本当に。その髪の毛を染めてはならないとか、そういう当たり前のことを、守れなくなってる人とか、それを平然としてしまってる以上で、その髪の毛を染める役員自体が、燃料消費してると。運搬もそうですけど。コンピューターグラフィックでそうなってるんだったら、もう仕方がない部分はあるかもしれませんけども、それは